以前電吉クラブで485系スーパーライチョウの屋根上高圧配管の追加加工術を見せてくれた OS さん、すずくんっていう名前でツイッターに681系サンダーバードの屋根上高圧配管の改造写真を紹介していますので、今回はその追加加工している風景を撮らせていただきました。加藤から683系リニューアル仕様が発売されたタイミングでもあったので、すずくんの追加加工が皆様のお役に立つのではないかと考えて動画にさせていただきました。はーい、電吉クラブです。いつもご視聴いただきありがとうございます。そんなわけで、以前の動画の OS さん、電吉クラブの最も古い友人の一人なので、今回からすずくんと呼ばせていただきます。ではすずくんです、今回発売されたサンダーバード683系、4000番台2000番台車をちょっと屋根上を眺めていたら、でその後に681系をちらっと見たら、なんか物足りなくなって、ちょっと急遽改造をしました。で改造箇所なんですけども、まずこの前に付いてるこの外紙、この外紙の部分のところと、うん、それから、この手前に付いてるこの2つの外紙の高圧線、それからこの主の高圧でいいのかな、これのところの配管線、それと、交流開きのところの配管線をちょっとこれから足していきます。じゃあこれより作業を開始していきます。まずこのパンタグラフ外紙すべて外します。パンタグラフと外紙の取り外し作業は早送り3倍速でご覧いただきます。こんな感じですね。出ました。ちょっと外した車両を、うん、こんな感じで外れました。穴開けですね。はい。で、まず外紙の先ほどこの手前のこの外紙のところをつけるので、ここのところに 0.9 ミリで穴開けます。今ドリルが当たっている位置に、屋根に対して水平にあるべき外紙が省略されているので、まずそれを復元する加工のようです。調子に乗って穴を開けていたら貫通してしまった経験があるようで、そこはすずくん慎重に作業を進めています。どうやら開いたようです。パンタグラフの横に2つ並んで立っている外紙です。その先端から高圧線が出ている様子を再現するんだそうで、先端に 0.3 ミリの穴を開ける作業です。うわー、細けー。僕がやったら指先を穴だらけにしてしまいそうです。すずくんが拡大鏡を通して開けた穴を見せてくれていますが、見えますか？2つ並んだ外紙なので、この穴をもう1個の外紙にも開けるんだそうです。次は交流開きから高圧線が出ているので、 0.25 ミリの輪制導線を通す穴を開けます。これが今日一番の難関なので、ここを取らなかったら何しに来たんだくらいの勢いですずくん言ってましたが、3倍速で飛ばします。動画的にはドリルがくるくる回ってるだけなんて視聴者の皆さんの気持ちになったら面白くないですよね。3倍速です。さっきの小さな外紙のてっぺんに穴を開ける方が大変そうに見えましたが、てっぺんに穴を開けたらいただき、なんちゃって。この交流開きなんですけども、実際上はここの出っ張りはありませんので、ここ K
削ります、うん、上から見るとまん丸なのね。そう、上から見るとまん丸、なんか日産のエンブレムみたいな形してんけど、そう鷹の爪みたいなヤスリで指先をつきながらやってます。そんなところまで削んなくていいんじゃないのと思うけど、鈴くんはやるんです。誰も見てねえって思うんだけど、そこが大雑把な電気おじさんとは違うところなんですね。素晴らしい。3倍速で見ていただきましょう。それにしてもこんな形のヤスリあるんですね。僕なんか初めて見ました。沼の奥深くでしか見れない道具だねこりゃ。深海には得体の知れない魚がいるじゃないですか。得体の知れないヤスリに驚きを隠せない電吉おじさんでした。次は空気遮断機という部品にも高圧配管がいっているので取り付け穴を開けています。この部品は大きいので安心して見ていられますね。今度はグリーンマックスから発売されている交流機器パーツ白色から外周を1個切り出して使うそうです。はじめの方で外資が省略されているからといって 0.9 ミリの穴を開けたところがありましたよね。あそこにつけるそうで、足がファイ 0.8 ミリだそうです。はい、今切り出し中です。切り出したのがこちら。小せー。切り出したらこの外資の先端からも高圧線が出るんだそうで、外資を屋根に取り付ける前にまず先端に穴を開けます。はい、こんな感じに開きました。じゃあ今度は外資類に色差しをしていきます。よろしくお願いします。映像は3倍速でサクサクとご覧に入れますが、外資といえば先日加藤の415系を動画化した時に驚かされましたよね。加藤の最も新しい製品では屋根の裏側から白パーツで外資がニョキニョキ刺さっていて、てっぺんの小さな穴に高圧配管のパーツを差し込むようになっていたんです。それから見ると681、683系は1世代前の製品なので白塗装が必要なんですね。僕は外資の塗装は大概屋根に取り付けた状態でやりますが、鈴くんはこのように逆ピンセットなどを使って部品の状態で行っていました。次はプラで成形してある部品の高圧線をカッパーで筆刺しします。これをやるとグッと引き立ってきますよね。今回は鈴くんが作業で、僕は撮影だから鈴くんが作業しやすいように作業位置を変えてもカメラワークで追いかけることができていいですね。一人でやっていると夢中になってしまい画角から外れてしまうこともたまにあるんです。後で終わってから画像を見てみたら映ってないとか、まさかもう一度塗装を剥がして撮り直すわけにもいかないし、その点今回のような撮影は助かります。ご視聴いただいている方が目を回してしまうような激しい追いかけはしませんけどね。外資の取り付けをしながら高圧配管も一緒に作っていきます。外資にちょっと緩いところもあるらしく、接着剤をつけながら取り付けていますね。僕は加藤のパーツで抜けてしまうほど緩いのってあんまり経験がないんですけどね。
さて次は佐藤が省略してたのでグリーンマックスのパーツで補うことになった外資です。接着剤を少しつけて開けた 0.9mm の穴に差し込みます。どうです、白い外紙が真横に張り出してかっこいいですよね。はい、いよいよ輪制導線で屋根上配管を付け出します。 0.25mm の輪制導線を曲げて下のマットで外略の寸法取りをしながら適正な部品に加工して取り付けていきます。まずは標準速で鈴くんの加工風景をご覧ください。あっちに曲げたりこっちに曲げたり、彼は硬直流電車のパンタ車は全部加工しているので頭の中に高圧線の形があるんでしょうね。僕には僕のコレクションにする時の基準がありますが、鈴くんには高圧配管には手を入れるっていう基準があるんでしょうね。皆さんにはどんなこだわりがありますか？趣味の世界ってこだわりがあるから奥が深いんでしょうね。もっとも僕の場合は今日こうやって硬直流特急電車がいいなと思っていても、明日蒸気のロッドが動く様子を見るとやっぱり蒸気が好きになってしまうし、機動車のごちゃごちゃした顔の配管を見ると機動車いいな、機動車をいじりたくなる、ご都合主義の世界に生きているんです。あっちもケーラズ沼、こっちもケーラズ沼、そしてあそこにもケーラズ沼、そのうち僕はカッパになってしまいそうです。失礼しました。つまらないことを言ってる間に鈴くんの高圧配管の設置作業はどんどん進んでいるようです。外資からパンタ下に引き込まれている2本の高圧配管がつきました。ともかく一つ一つを丁寧に取り付けていく鈴くんです。でも外資からパンタ下に引き込まれる線は外資側さえしっかりと取り付ければパンタ側は処理が不要なので楽みたいです。はい、パンタグラフを載せる前の全部で3本の高圧配管がセットできました。ほら、こんな感じです。失礼しました。パンタグラフ搭載前にはもう一個空気遮断機にも高圧配管を取り付けて載せなければなりませんでした。四角い大きめのパーツのど真ん中に開けた穴からもパンタグラフ下に配管が到達しています。はい、できました。そうしたらここでパンタグラフを戻します。全部で4本の高圧配管がそれぞれの機器とパンタグラフをつなぎます。かっこいいですね。高圧配管の取り付け向きが若干意に沿わなかったみたいです。1箇所2箇所と手直しをして気が済んだようです。それでは次に交流平駅からの高圧線の配線です。あ、で平駅さっき穴の開いた方取ってる、うん、取ってる。穴の開いた方が、こちら側、ね、うん、こちら側ね。でその平駅から向こうへ向かって輪制導線が出るわけだ。平駅から今度はここからここへ輪制導線が来るんで、はいはい、平駅からの高圧線はこの字を描くように空気遮断機の方へ配線されました。どうでしょうか、見えますかね。それでは最後のパーツ、ヒューズ管を取り付けて完成です。出来上がったパンタグラフ周り、屋根上、高圧配線をご覧ください。パンタグラフを持ち上げて、そう、これで1両分が完成とのことです。鈴くん、お疲れ様でした。
はい、鈴くんが頑張って仕上げてくれました。ここの高圧配管だね、これね、うん、とここ、この外資がこのデフォルトには存在してません。だからこのデフォルト、外資からの高圧配管とここの外資からの高圧配管が再現されて、でなおかつあとここが、ここあるか、こっちだ、ここだね、高圧肥大器からここまでが再現されたっていうことだ。ここどこ、あここね、ここのここのこの四角いこの部品のど真ん中からパンタグラフまでつながったということになります。お疲れ様でした。拍手。基本編成並べてみました。こちらがグリーン車、黒681、これがパンタがあるけどサハ680、随車なんだよね。これがモハ681で動力車、これがサハ681、模型ではこれがモーター車なんだよね。わっかりにくー。これがサハ680でも、パンタ付きがサハって珍しいですね。北海道の781系も確かパンタ車が付随車でした。あれ偉いかな。でこれがクモハ681、制御電動車、6両中動力車がこれとこれ、 2M4T っていう編成になっていました。これ知ってる？これパノラマグリーン車じゃないんだよね。知ってた？もちろん知ってた、うん、俺知らなくってさ、小田原からね、あの福井行くときに前原からこれだったので、先頭がさこの黒なの知ってたからグリーン車買ったの、小田原駅で、うん、で一番前の席にしてくださいっつってさ買ってさ、で新幹線降りて、俺もてっきりこれパノラマだと思ってんから。ああそういうこと、うん、だってこの前パノラマライチョウとか走ってた時はパノラマだったじゃん。だからすっかりパノラマだと思ってさ、喜びさんでこれ飛び乗ったら前に壁ってある大爆笑だったよ俺は。なんか恥ずかしくて。それ仕切り板があるんです。それそうでね、誰も乗ってないんだよグリーン車、うん、俺一人だけ乗ってんのに、うん、一番前のとこにさ一人壁向いて座ってんのなんか思い出せこれこの681系はフック式の旧型カプラーがついていましたが、鈴くん最近の新しいカプラーに交換したようです。交換すると2段電連パーツも付けられるので、ますますかっこよくなりますね。さらに中間に連結用の扉が開いた状態のパーツも買ったみたい。自分の車両を次々と最新仕様に追いつくようにパーツを分配してくれるのは嬉しいですね。こちらは電吉コレクションの681系サンダーバードの基本編成6両と付属編成3両を並べたところです。付属編成はこんな感じです。これがクハ680、貫通扉付きの制御電動車ですね。こちらはモハ681、中間電動車、こちらがクハ681、制御車になります。前世紀には金沢でここから分割して和倉温泉行きと富山から地方鉄道の立山まで走ったという記録もあるようです。こちらは最近発売された683系4000番台のリニューアル車両で、基本セット足す増結セット、鈴くん買ったみたいです。先頭車黒683-4000番台には2段電連部分を覆う連結器カバーもついて、さらにかっこよくなったんだと言っていました。側面の帯が黒くなって爽やかなブルーのラインも入りました。なかなかかっこよくてとてもシャープな感じです。683系はカプラーがボディマウントになったので、
連結感覚はこんな感じで、これライチョウマーク？愛嬌があってずんぐりした特別天然記念物のライチョウとは似ても似つかぬフェニックスのようなイメージのマークです。ライチョウよ、絶滅したらいけないよ、フェニックスのように蘇れと願いを込めたかのようです。もともとは特級ライチョウのライとチョウバラバラにするとサンダーとバードだからって、ジョークみたいにサンダーバードって言っていたら、それが正式な特級名になったんですね。681系デビューした時の JR のポスター、うん、あのサンダーバードのスコットが乗ってました。というわけで本日は681系の屋根上高圧機器に一手間入れて、最新の683系4000番台にも負けないディティールを作ったり、リニューアルされた683系をちらっとですが紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。あとで画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。